ヘイラクレースに助けられるヘイシオネー。ヘイシオネーは、ギリシア神話の女神、もしくは女性。長母院を省略してヘイシオネとも表記される。ヘイシオネーは、ギリシア神話の女性である。トロイアオラオメドーンの娘で、ティートーノス、ラムポス、ヒケターオーン、クリュティオス、ポダルケース、キラ、アスティオケート兄弟、サラビース島の王、テラモンとの間にテウクロスを生んだ。 ヘイシオネーの父ラオメドオーンは、アポローンとポセイドオーンを宿って、トロイアに城壁を築いたが報酬を支払わなかった。このためトロイアは、神の怒りに触れ、ポセイドオーンは、海の怪物を送り込んで、トロイア人を襲わせた。ラオメドオーンは、最悪から逃れるため神託に従って、ヘイシオネーを怪物に捧げた。その時ヘイラクレースがやってきて、怪物を倒し、 ヘイシオネイを救い出した。しかしラーオメドーンはヘイラクレースにも報酬を払おうとしなかった。ヘイラクレースは復讐を誓ってトロイアを去っていった。後にヘイラクレースはトロイアを征服し、ヘイシオネイはラーオメドーンや他の兄弟と共に囚われた。ヘイシオネイはヘイラクレースに助けて欲しいものを一人選べと言われ、ポダルケースを選んだ。 さらに何か代償を払って、買い戻せと言われたので、頭からベールを取って、代償とし、ポダルケースを自由の身にした。ラーオメドーンと、他の兄弟たちは殺され、ヘーシオネエは、テラモンに与えられた。またポダルケースはこれにちなんで、プリアモスと呼ばれるようになった。なおエルギリウスによれば、後に、ヘーシオネエは、サラミース島で、 プリアモスやアンキーセースの訪問を受けたとされる。ありがとうございます。